バーレンビクトリアスのアルシュルキアです。ジャパンカップの思い出はですね、もう悔しい思いでしかないですね。3位表彰台一度ありますけど、優勝なかなか遠い難しい大会で、安倍さん以来のね日本人優勝を目指してるんですけど、まだに叶っておりません。でもね、いつかは成し遂げたいですし、まあもちろんね、他の日本人が優勝する姿もっていうのも見たいですし、なおかつ、まあでもね、ジャパンカップっていうのはもう10月僕は出るので、最後の一踏ん張りっていうところで毎年結構頑張ってるんですけど、なかなかチャンスが巡ってきません。まあ、さっき今10月って言いましたけど、10月に行われていることで結構ね、ヨーロッパの選手からもすごい日本にジャパンカップに行きたいんだっていうすごい言われてて、もうチームメイトからね、一度2年前に参加させてもらったんですけど、もう今年も行くぞっていう風に、俺はもうミーティングでジャパンカップに行くって言ったんだっていうスタッフとかがですね、よく言ってくるんですよ。なのでね、本当にもう20年以上続いてきてるこのジャパンカップという大会をすごく誇らしく思いますし、もうそれをね、ヨーロッパの選手、スタッフがみんな認知してくれて、行きたいって言ってくれてるのは本当僕も嬉しいことで、ますますね、この大会が盛り上がって行ってくれることを願ってます。